実はお伝えしようか悩んでいたんですが。何かあるんですね。獄中の京子さんから提案が出てまして。京子ちゃん、何でもクリスの弱点を知っているそうで。本当ですか？じゃあすぐにでも。あ、それでしたら。もう皆さん、そんな怖い顔で見ないでくださいよ。私も独房で反省したんですから。じゃあさ、早速。相川さん真面目。相川さんが私を楽しませることができたらちゃんと教えてあげますよ。それが交換条件です。楽しませる？ええ、だって私ビリエに送還されてからずっと退屈してるんです。君を楽しませればいいんだな。ええ、歩む。この件は俺に任せてくれ。眠れないんですよ。300%。からかうんじゃない。やっぱりわかります。ほらほら、ツインテール。京子ちゃん、気が済んだか？もう帰ろう。え、まだ遊び足りないです。私一度でいいから合コンがしてみたいんです。合コン初めて。助けて助けて。なんかバエム、今日はいつも以上にカサカサしてない？遅れてしまいました。かわいい。はじめまして、京子って言います。今日は相川先輩にお願いして誘ってもらいました。惚れてまうやろ。王様の命令ですから、私相川さんのこと嫌いじゃないですよ。どうして？相川歩さん主催の合コンだと聞いて、いても立ってもいられなくなりました。皆さんよろしくお願いしますね。京子ちゃん楽しんでない。あなたという人はいつもそうやって人をバカにして。京子ちゃん、ここで暴れちゃダメだ。相川さんに今の私を止められますか？私感情を抑えきれませんよ。行こう。自分でも抑えきれませんから。覚悟の上だ、バカな人。好きですよ、相川さん。こうでもしないと甘えさせてくれないじゃないですか。私は誰の思い出にもなれない。俺が覚えてるよ。この後私は何百年も牢で過ごします。それでもですか？忘れないよ、ゾンビだからな。こんな出会いもあるんですね。相川さんだけは私のこと覚えていてくださいね。ああ、信じます。なんじゃそりゃ。 Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. You already know. Get the fuck out of my face now.